昆虫食って言ってる人、僕みんな頭悪いと思ってんだよね。虫食いたいやつって虫を食うのが好きなやつか、事実を知らない頭の悪いやつのどっちかなのよ。未来の不足による食料問題についてどう思いますか？解決策とかあるんでしょうか？食料問題が本当に起きているとは僕は思っていません。と、例えばじゃあそのアフリカに食料が足りませんとかっていうのは食料問題ではなく政治の問題です。要するにその、まあ、今人間って80億人ぐらいいると言われてるんですけど、一説によると70っていう説もありますけど、じゃあ70億人80億人が食える食料が作れないのかというと、現状でもすでに、全員食いっぱぐれないぐらいの食料は作ってます。ほら、例えば日本でもそのガンガン食べ物捨ててるわけじゃないですか、廃棄だったりとかっていうので、要は作った食べ物をきちんと必要な人に運ぶっていう最適化ができていないっていうだけで、食料を作る環境自体は十分にあり得るんですよ。昆虫食しかないのか。いや、ほんとね、このね、昆虫食って言ってる人、僕みんな頭悪いと思ってんだよね。なんだろう、そのさ、食べ物が少なくなったら昆虫を食わなければならないみたいなこと言ってる人がさ、たまにいるんだけどさ、例えばじゃあその症状バッタとかを食べるとするんだったらさ、症状バッタ食わないで、その症状バッタが食ってる草とか野菜食えばいいんじゃないの？要するにさ、虫って野菜だったり果物だったりを食う生き物なんだけど、昆虫食う前に野菜と果物食えばいいんじゃないの？食料不足だったら。別にさ、昆虫に食わせてさ、その昆虫食う必要ないじゃん。なんでさ、いちいちせっかく育てた植物をさ、虫に食わせてさ、その虫を食おうとすんの？人間って今草を育てて牛に食わせて牛を食うってやってんのね。だから肉を食いたいから草を育てて牛が食ってその牛を食うってやってるんだけど、それは肉食いたいから草を育てて牛にしてるわけじゃん。でもさ、昆虫食いたくねえんならさ、草食えばいいじゃん。なんでわざわざさ、食いたくもない虫をさ、わざわざその その育てて食わなきゃいけないのか全く分かんない。タンパク質、ねその虫のタンパク質はどこから生まれたかっていうと、草から生まれてるのよ。で、例えばじゃあ草をさ、腐らせて、シャレじゃないよ、そのキノコとか作らせて、でそのキノコを食えばいいじゃんとかさ、いくらでも虫以外でタンパク質を得る手段はあんのよ。なのにさ、なぜかさ、昆虫食って言いたかんだよね。昆虫食派閥の人ってそんなにさ、昆虫食いたいの？すっごい不思議なんだよね。で、別にさ、草もタンパク質要は草って野菜だからさ、タンパク質豊富なんですよ。例えば大豆って皆さん食ったことあります？あれも草なんですよ。で、草が作った大豆というものを人間が食べるとタンパク質として吸収できるんですよ。ね、東大でフルーツばっかり食ってて、フルーツを食うだけでタンパク質も合成できるおっさん教授かなんかいるんだよね。この話前もしたと思うんだけど、南米のアマゾンの方ってひたすらタロイモって芋だったり植物ばっかり食ってる一族っていうのがいるんですけど、なので動物的なタンパク質を一切食わないんですよ。で、動物性タンパク質食わないんだから筋肉つかないはずだろうっていうのが、まあそのライズアップとかに行ってる人の考え方だと思うんだけど、そいつら筋骨隆々なのよ。で、なんで野菜とかタロイモばっか食ってんのにそんな筋肉あんのっていうと、その人たちの胃の中に炭水化物をタンパク質に変換する細菌っていうのがめっちゃ住んでんのよ。なので芋食うと、その人たちの胃の中で芋がタンパク質に変わって、でそのタンパク質を吸収して要はその筋肉を維持するっていうのをやってんのよ。で、さすが南米すげえなと思ってたんだけど、日本人のね、東大の先生でね、同じことやってる人がいんねん。水も飲みません、ずっと果物食ってますっていう人がいて、でその人の胃の中にも野菜だったり果物から来るその炭水化物をタンパク質に変える細菌っていうのがその人の胃の中にも住んでんの。なので人間って実は炭水化物があればタンパク質で取らなくても大丈夫なのよっていうのはもうすでに証明されてんのよ。っていう状態でさ、虫食いたいやつって、虫を食うのが好きなやつか、事実を知らない頭の悪いやつのどっちかなのよ。だから本当虫好きな人は僕ちょっとご遠慮したいので、はい、私はだってさ、賞味期限が近いおばさん、いやー僕ね、日本にいないんで、はい、すいません。虫が海の生き物だったら今より食べられていると思いますか？
カニとかエビとか虫みたいなもんですよ、甲殻類。最近エビがもし陸の生物だったら今ほど食べられていないかもと思いました。まあ陸だったら食べられないでしょうね。ほとんど貝なのにエスカルゴが慣れてないと食べられない人が多いみたいに、虫とエビは似てるなと思って逆ならどうなんだろうと気になりました。いろいろと思いました。まずなんでもその人間が虫を食べなくて、海にいるその甲殻類食べるかっていうので、結局のところ寄生虫の問題っていうのがあるんですよね。海の中に生きてる生き物って、陸の生き物に対しての寄生虫だったりとかウイルスって持ってないんですよ。だって、もっとその、ウイルス的にはその、海の生き物にしか感染しない病気とか、海の生き物にしか感染しないウイルスは海の中で広まるけど、陸用の寄生虫って、まあ、仮にその、いたとしても、海の中ではすぐ死滅。なので、海水の魚とかって基本的には生のまま食べても大丈夫なことが多いんですよ。要はその海用の寄生虫っていうのはその人間に対しては寄生できないものが多いので、っていう感じでその海の生き物って基本安全なんですよね。なのでエビとかカニとかそのまま食いますよってなるんですけど、その陸上の虫の場合ってその陸上の、まあ、生き物である人間にも影響を与える寄生虫だったりなんだりっていうのがついてる可能性があるので、もし食おうとすると結構ちゃんと火通さなきゃいけないですよね。で、ちゃんと火を通そうとすると、今のその陸上の虫って食べるとこほとんどなくなるんですよ。で、アニサキスは鮭とかに住むんですけど、鮭って実は淡水魚でもあるんですよ。なので、川を渡ってくる鮭とかを捕まえて、で、それ食べるねっていうのがあって、なので、その鮭ってそのままじゃ食べられないっていうのがあって、もともとはその、アイヌの人たちとかは、取った鮭を雪の中に埋めて、凍結させて、アニサキスを殺して食べるとかってしてるんですよ。で、ただ、いるんですよね。たまに海水のアニサキスに引っかかる人は。なので、その人は運が悪いので、はい、諦めてください。数十年後世界人口増加によるタンパク質不足が起き、それによって昆虫食や人工肉が普及するという考え方についてどう思いますか？いいえ。またそういった会社に投資することは賢明でしょうか？いいえ。普通に植物というか野菜食べると思うんですよね。タンパク質不足になりましたって言って、じゃあキノコ作って食えばいいんじゃねとか、魚取ればいいんじゃねって話で、で、昆虫無理して、その育てる方がコスト高いんですよね。で、別に昆虫食好きな人はいて、まあ、昆虫育てるってあるんですけど、大体の昆虫って羽が生えてるんで飛んでっちゃうんですよ。で、なんでじゃあ牛とか鶏とかが、その人類がそのタンパク源として使ってるかっていうと、柵さえ立てれば飛んでかないんですよ。鶏って鳥のくせに飛べないじゃないですか。なので、一応その金網とか柵とか作っとくと、その中にいてくれるので、で、そこに生えてる草を勝手に食ってタンパク質になってくるんですよ。でも、その虫って、じゃあ草生やしといても、食べてブーンって飛んでっちゃうじゃないですか。で、虫はサイズちっちゃいので、金網めちゃめちゃ細かくしなきゃいけないんですよ。で、それでも出てっちゃうので、なのでその管理コストと費用コストが実は高いんですよ。なのでそれぐらいだったら別に鶏肉のを育てて、で鶏がじゃあその草食ったりとか虫食ったりとかで肉になる方が、でほっといてもなるじゃないですか。なのでそっちの方がコストが実は安いっていうのは多分変わんないと思うんですよね。なるほど、やってみます。回答ありがとうございました。これ何に対するやつだろう。ひろゆきさんの泣き声がベーシックインカムって本当ですか？まあ僕が夜中に泣いてるときはベーシックインカムって言ってますね。はい。僕だけじゃないと思いますよ。